とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズン30回だけども、めんどくさいボスはいないので、まあ、楽ではあります。難易度は低めだと思いますね。では、早速、行きましょう。1階に入りましたらば、エンチャント入れてください。魂の袋、これを入れてくださいね。ソウルが溜まります。で、ここだけども極力この辺りで戦った方が良さそうです。あまり前に出すぎると、敵に囲まれてしまいますので、極力後ろの方に待機して戦っていくっていうのが、まあ今のところベストかなと、思いますね。まあ確かに回復薬は使うには使うんだけども、前に出るとさすがにね、ちょっと耐えれない時があるのよ。なので後ろの方で極力戦ってください。かなり敵が出ます、ここ。かなり敵が多いので、極力後ろの方で戦って数を減らしていく感じがベストかな。 OK、 でこれでおしまいです。一回終わり。あまり前に出すぎないようにしてください。で、一回の報酬で、パワーシェイカーですね。このまんま行きましょう。パワーシェイカーを使って、うまく処理していってください。できるだけね、敵の、HP が高いやつに使う感じですね。OK。で、ここはそんなに敵も多くないし、まあまあそこそこ多いのか。でもそんなに強くないので大丈夫だと思います。逃げるな、危ねえ。逃がすとめんどくさいんでね、ちゃんと仕留めましょう。2回クリア。影の断片です。この影の断片が今シーズンめちゃくちゃ役に立ちます。まあ毎シーズン結構役に立つんですけど、まあ今シーズンは特にいい感じだと思います。で、ここ、クリーパーが若干出ます。なので、最後の脇ぐらいにパワーシェイカーを取ってあげるといい感じに倒せると思います。はい、3回クリア。次行きましょう。ここの報酬は何もいりません。で、4回敵がね、ここも若干多くてめんどくさいですね。よし。もう敵は多くていいんだけど、まとめて出てくれ。よし。で、ここも別にめんどくさい敵は、そんなにいないので、大丈夫だと思います。クリーパーぐらいかな。まあ、クリーパーも、うまいこと。よし。OK。起爆してやれば大丈夫ですもんね。んで、もう少しでおしまいです。終わりかな。はい、4回クリア。ドラを持っていきましょう。で、ここもね、めんどくせえです。この、レイスが。なので、レイスを極力早めに倒すようにするといいと思います。で、危なくなったら、もう迷わず、影の断片、あれを使って、よし、影化してください。終わりー。影の断片は攻撃にも防御にも使えるのですごくいいですね。ここは何もいりません。そのまま進んでいきましょう。んで、ここは特に問題ないと思います。まあ遠距離が多いのでちょっとダメージ受けちゃったなっていう時には、まあ影の断片も使ったりして、よし、うまいこと回避していくといいと思います。
大丈夫か、大丈夫ね。あ、危なかった、食らったわ。あのトライデンズの爆発は結構広範囲なので注意してください。よいし、終わりかな。はい、6回クリアでーす。ここ報酬何もいりません、取らなくて大丈夫です。でここがね、若干敵が、近距離じゃ倒しにくくなるのよ。なのでパワーシェイカーが切れたらばもう弓で戦っていった方がいいかな。うん、パワーシェイカーがあるうちはパワーシェイカーでバシバシ打っていけば大丈夫なんですけども、ないとちょっとね火力不足になるので弓を打って戦っていってください。矢は結構今回余ると思います。はい、7回クリアで、ここで両刃の取っていってください。エンチャントを入れていきましょう。追い打ち3、そして凍結1ですね。凍結は1で十分です。まあ、2も1もそんなにね敵のスピードは変わりませんので、まあ、とにかく1でも入れとけばだいぶ戦いやすくなると思います。まあ、このね手前でクレイモア黒曜石のあれを取っていってもまあいいんですよ。いいんだけども、俺はこっちの方が使いやすかったかな。8回クリアでーす。で、コグクロスボウを取っていきましょう。まだエンチャントは入れません。エンチャントなしで戦っていきます。で、ここも結構敵、めんどくさいぐらい多いですね。まあ、地道に戦っていきます。OK。あのね、後半で、結構矢を使います。うん、でも箱とかも今回あるので捕獲することはまあまあないかなと思いますよ。よいし、終わり。9回クリア。次に行きまーす。でここ報酬でプレートアーマーですね。プレートアーマーを、今回最後まで着ていきます。で、エンチャントを入れてください。雪玉を3ですね。で、金細工で、両刃斧を上げていきます。何がついた？雷1。ああ、悪くないよ。悪くないのがつきましたね。まあ、1だとそんなダメージにもならないんだけども。はい。で、ボスです。で、ここでエンチャントを入れていきます。防具に影の爆発ですね。今回、影で攻撃することが多いので爆発を入れていってください。でここ影化します。で真ん中でドラを使ってもう一気に倒す感じですね。で終わり。ダメージ受けてもまあやられることはないと思うのでガシガシいってください。ここ報酬はいりません、そのまんまです。んでエンチャント入れてください。毒の雲と火属性ですね。コグクロスボウはこれがあるとだいぶ強くなるのでいい感じだと思いますよ。ちょっとこの持続ダメージがね入ると弓は強い。 OKよし。でこう結構こっち側に湧くんだよ。よし、いいかなこっち側は。終わり。12回クリア。次、まあ特に問題のないステージばっかですね。報酬何もいりません。でここ結構敵多いです。まずここに結構湧くのでここを全部処理した後に次に向かいましょう。
あと1回。よし。では、いきまーす。で、ここ、影になって、で、一気に行くと、早いですね。よし。はい。で、あとは下の方を、倒しに行きましょう。あー、あいつ来るか。まあ、いいか。放置。最後に倒します。で、一番下の段に、エンチャンターが若干多いのよ。なので、エンチャンターを早めに倒すようにしてください。OK。エンチャンターがいるとちょっとダメージがね、だいぶ膨らんでくるので、そこだけ注意ですかね。OK。うっそ!さあ、途中でどっかに行ったやつだ。あー、いた!めんどくせえ、お前。13回クリアでーす。倒しとけよかった。んで、報酬は何もいりません。んで、エンチャント、入れていきましょうね。まず、毒の雲です。毒の雲はね、2と1じゃだいぶ違います。で、影の爆発ですね。これも最終的には3を目指して、やっていってください。OK。で、ここもね、影の断片が意外と役に立ちます。OK。よし。もう危なくなったらもうとにかく影の断片。あれさえあれば、まあやられることはないです。ソウルもね、すでにだいぶ溜まってると思うので、危なくなったらもう間違いなく使ってください。終わりか。14終了。ここでエリクサーのカバンとパワーシェイカーを変えていきましょう。まあ、エリクサーのカバンはちょっとね、運要素が絡んだりしますけども、まあ、それでもね、ものすごくいい装備ですね。OK。もう弓とか全然使っていってください。で、ミニゴーレムが出るのよ。ミニゴーレムが。あいつが出たら、影を使って倒してください。そこを倒せると思います。いいね。終わり。よし。あー、もう凍結してる。お前たちだ。よし。15回終了。次に行きます。何もいりません。で、エンチャントをさらにつけていきましょう。影の爆発を3、これで防具は完成です。で、忘れずにね、このエリクサーのカバンは、回復したらすぐに使ってください。パワーポーションが出ればだいぶラッキーですね。いいんじゃない。弓どんどん使ってくださいね。ここには箱がありますので大丈夫です。ういし、いいんじゃないですか。あー、食らっちゃった。まあいいや。よし。んで、箱は忘れずに拾ってってくださいね。あとはここか。終わり。16回クリア。報酬いりません。まあ、キノコもいいんだけど、まあ、今回は俺はいらないかなと思います。よっしゃ。で、ここ意外と湧きます。なので、湧き終わるまで、ここで戦っていった方が、最終的には早くクリアできると思います。今2体ここに出ましたよね。で、最後に、ここに、3体湧くかな? 3
そしたらば倒して次に行って OK です。 OK、 これが最後の脇ですね。次に行きましょう。ナイス、パワーポーションはめちゃくちゃ嬉しい。よし、もうね、あの近接ダメージがなくなってきてるのよ。よっしゃ、なのでパワーポーションで、補ってダメージを与えていくようにしてください。終わり。ここ何もいりません。まあ、パワーポーション頼みっていうところが結構あるんだけども、まあ意外と出てきてくれるし、危なくなったら、影の断片がありますので、まあ大丈夫でしょう。問題なくいけると思いますよ。 OK、 なんかラグいな。で、まだ出るよね。よし、どこ、ああそっちか。危ねえ。はい、この影の爆発がね、どれぐらいダメージあるかっていうと、ちょっと微妙なところではあるんですよ。ちょっと微妙でも、まあ、それでもダメージは入るので、まあ入れてて損はありません。18回クリア。次、ここで乱射のクロスボウに変えていきましょう。んで、商人ですね。ユニークです、ここ。ここをプレートアーマーにします。とにかくね、フルメタルがめちゃくちゃ強いのよ。で、エンチャント入れていきましょう。毒の蜘蛛を3、そして、虚無ですね。を1入れてください。で、箱は忘れず取ってくださいね。で、ボス部屋に入る前に、一応、エリクサーを使ってください。おっしゃ、大当たり。んで、飛んでる時に影化します。で、ドラを使って、攻撃ですね。これで、とりあえず OK です。で、次、無敵が溶けて攻撃するときに、こっちもね、影化はしない。ドラを使っていいんじゃない？ドラを使って弓を連射です。あのね、パワーポーションがついてれば今のターンで倒せるんだけども、パワーポーションついてないとちょっとダメですね。ちょっと運が悪かった。でもそれでももう倒せます。そんなに時間かかりません。まあ2ターンで倒せれば、まあ、ベストなんですけど。はい、おしまい。遅くても3ターンですね。はい、報酬いりません。エンチャント入れていきましょう。弓をね、ちょっと強化したいんですよね。爆発も入れてください。いきましょう。次、武器を取るのが25回なんですよ。25回の報酬。なので、ちょっと、近接ダメージが足りません。なので、弓で基本的に戦っていきます。で、ここ、クリーパーと、ネクロとこいつがいるんですよ。結構めんどくさい。なので、あぶねえ。極力ね、影を使って戦っていくといい感じだと思います。ナイス！いいね。普通に戦うと結構ね、あのクリーパーのダメージ受けやすいので、あ、注意してください。うん。ここはもう影化して戦っていくと本当に楽に倒すことができます。はい、何もいりません。
あ、で、エンチャント入れましょうね。弓の方です。弓に爆発です。もうとにかく、もう近接ダメージが低いので、弓で戦っていくといいですね。爆発なんかもいい感じに入ってくれます。うん、じゃあね、もちろんこのパワーポーションが出れば近接で戦えるんだけどね、基本的には出ないことも想定して弓で戦っていけるようにしておいてください。爆発が入ると本当にねいい感じです。よし、もうちょいか。全然ね矢は余ってるはず、そんなに使わないんで。前半戦、後半戦のこっから25回ぐらいまでを、まあ、弓メインで戦うことになると思います。終わりかな。うん、あ、お前か。22回クリア、次でーす。報酬いりません。でここも同じく、弓メインで戦うことになると思います。まあ、もちろん危なくなったら影を使ってください。 OK、 うん、ほらもう近接はねダメなんですよ、ダメージが入んない。よし、いいんじゃないの。よし、ナイス、ありがてえ。これ弓の攻撃力も増えますからね、めちゃくちゃいいんだよな。でもう少しでおしまいです。こっちか、あと、はい、23回終了。何もいりません。んでエンチャント入れてください。爆発の3ですね。爆発3になると敵の HP の 60% 削ることができるのでいい感じです。で一応ここね、穴を全部開けててやるといいと思います。うん、敵がうまいことね落ちることがあるんでちょっとねお得なんだよね。じゃあ落ちてる落ちてる、ちょっとでもね戦闘回数を少なくしていきたい。よっしゃー、パワーポーションありがてー。よし、結構ねここら辺からきついかな。いや、きつくはないか、このポーション使えばなんとでもなるし、危なくなったら影化すれば全然大丈夫なので、まあ、とにかく弓でバシバシ打ち込んでいってください。よし、終わり。24回終了。はい、報酬いりません。でここも、まあ、先ほどと同じく火力がもう足りません。パワーポーションが入ってない限り、弓で戦っていきましょう。でいつものごとく危なくなったら影化ですね。まあそうすることもないかもしれないけどね。はいはいはい、これわざとこの黄色いやつを食らっておびき寄せて倒すっていうのもありですね。よし、あと上だけか。いや、まだ出る、まだ、うん、出る出る出る。上に結構溜まってるんで、上のその溜まり場は、影の断片を使って突撃してあげるといい感じになると思います。じゃあいいかな。お、パワーポーションありがてえ。いきまーす、影化して突撃ですね。よし、うん、
あんまり突撃できなかったな。まあいいか。はい、25回クリアでーす。うまいこともうちょっとねまとまってくれればいいんだけど、ここでクレイモアに変えていきましょう。火力がぐっと上がります。で、エンチャントですね、衝撃波3と旋風1入れておいてください。まあ、そんなにめちゃくちゃ意味あるわけではないんだけども、まあダメージにはなるので一応入れてください。まあ本当一応っていうぐらいです。よし、これクレイモアがあれば小ダメージが入るのでバシバシ倒していけると思います。お、終わり？まだいるよね。しゃあ、じゃあと上か。結構下の方をまとめて倒せてからね。よし、で、あ、で、出てきた。はい、で、乱射のクロスボウをパワーアップさせてください。で、エンチャントで長弾3、マルチショット3の、追い打ち2でいいです。2で、旋風をね1上げておいてください。で、まずね俺こっち側で戦った方がいいと思います。うん、こっち側で、ネクロマンサーが出てくるんだけども、ネクロを倒すまでこっちに待機して戦っておくといいですね。ここなんかも壁越しに叩いてあげるといいです。よし、出てくるかな、そろそろ。はいはい、 OK。 放置してるのね、結構敵が増えてくるんでめんどくさくなるんだけども、まあ出た瞬間に沈めてあげるといいと思います。あー、もう倒しちゃった。よし、復活したかな。 OK、 よし、いいんじゃない。はい、終わり、あと1体。もう早く出てきて。よし、27回おしまいです。いりません。はい、今後どしどしいきましょう。はい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 、影出ろ。あ、出た。おお、2つ出た、ラッキー。もう一気に攻めていきます。あー、ちょっと取るの早かったか。まあいいや、もう一個ある。どこがいいだろう。ここだ。あんまり良くなかった。ああ、もう最初の危ねえ。いや、今のはね、影の断片で生き残った例ですね。よかった。最初のね、影化して攻撃した場所が悪かった。ああ、もったいねえ。で、ここを影化していきましょう。ラビジャーをね最初に倒してあげれば楽です。え、これ下に1体落ちた。下に落ちたっぽいな。おーい、何もせず倒してる。んで、報酬は何もいりません。あの、ラビジャーが一匹ね下に突き落としたんだよね。あれが良くなかった。クレイモア上げてください。もう一気に攻め立てましょう。はい、で、エンチャント一応入れてくださいね。旋風3です。おお、ベスト。よし、影化してドラ使って一気にいってください。はい、終わり。はい、おしまい。30
30回楽勝ですね。では報酬を見ておしまいです。まあ30分以内ではいけますね。どうだ、いらないないらないな。まあまあまあ恐怖は一応使える、うん、最強のやつは作れますかね。これにしときましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。